の前を歩くな。俺の前を歩くな。俺の前を歩くな。おら、おら。おら、おら。代表質問担当、テレビ朝日です。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日は自身の髪をかけた戦いになりましたが、どんな思いで臨んだんですか。まあ、まあ、たまたま紙になりましたけど、今の俺には紙ぐらいしか書けることがなかった、まあ、それだけの話で、この紙ってのは俺の唯一残されてたもの、まあ、でも今回昨年柴田から取ったこのベルトは無事にこの手に戻ってきたことは、まあ、ここがまたスタートラインに立ったのかなという、そういう気分ですかね、はい、去年はメンバーのベルトをかけて2度にわたり選手に敗れてしまいましたが、はい、この勝利はどんなものになるでしょうか。まあ、崖っぷちはね、今に始まったことじゃないんで、まあ今日たまたま勝った、まあ、毎回かける思いは俺的には一緒だったんでね、まあ、でも最後潔く一歩噛み切った、それが本当真の格闘家としてのスポーツマンとしての真の強さだと思うんで、鈴木みのる、今回が一番強かったよ、少し被る点もありますが、試合後は鈴木選手自らバリトン選手また自分が用意した椅子に座って自ら髪を切りましたが、その姿はどうご覧になりましたか。向こうの意地でしょうね、ただそれだけだと思います。あとは、まあ、今日はノーセコンドマッチと、まあ、一瞬介入しそうなシーンもありましたが、結果的には1対1で戦うことになりましたが、いかがでしょうか。初めてですよ、カレットやってね、こんな清々しい気持ちで終われるのは、本当に俺の昔の知ってる鈴木みのる、それは今日は見れたような気がします。冒頭にも少し後藤選手自身からお話がありましたが、まあ、去年の 1.4 で柴田選手からこのベルトを手にして再びメンバーのベルトを自身の元に戻ってきましたが、どんな思いでしょうか。そうですね、まあ、柴田特別な思い入れもあるし、彼が今後どうなるか分かりませんけど、このベルトは俺が持っていることでより一層彼は戻りやすくなると思ってるんで、まあ今後どうなるか分かりませんけど、とにかく俺このベルト持って彼を待ちますよ、待ってますよ。その思いも含めですが、この2018年はどんな年にしたいと思っていますか。そうですね、まあ無差別級っていうこのベルト、その価値観をより一層高めたいなっていうふうには思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。